聞きいただきます。さんのシステムで来ているんですが、北澤さん、まあ、これアンカーをどこに置くのかということになろうかと思うんですが、これどういうことですか。そうですね、アンカーがどちらかというとセンターバックの間に降りたりとか、はい、まあ、その理由というのはもう攻撃的に行きたいということですよね。そこでポイントになるのはサイドバックが上がれるということですね、はい、サイドバックが高い位置にとってそこにポイントが作れるとサイドからの攻撃が始められるということになりますよね。なるほど、まあ、でも結構これアンカーに負担がかかりますね。そうですね、チームが進んでいる方向と逆に進まなければいけない、下がらなければいけないというところがありますから、はい、ここはちゃんと安定感を保てないと厳しくなりますからね、はい、まずファーストハーフ見ていきましょう。韓国対ポルトガル、さあ北澤シュート、ポルトガル先制、いきなりの先制ゴール来ましたね。立ち上がりからキーパーとの対決、見事決めましたね。いや、決めて当たり前なシーンこそプレッシャーは重くのしかかってきますからね。特にこういった1対1のシーンでは瞬時にキーパーの動きを見てコースを決める冷静さが必要ですからね。まあそういったものを背負いつつも確実に決めてくるあたりが素晴らしいですよね。さあ韓国、この立ち上がりに失点と、北澤さんいかがご覧になりますか。いや、強豪同士いきなりスコアが動くゲームになりましたよね。失点した方は追加点さえ与えなければまだ序盤なのでいくらでも立て直しは効きますよね。いや、同点、まあ見ていてこの短時間で流れが来てますよね。このままリードまで持っていきたいですよね。焦らずにね、落ち着いたヘディングシュートで見事なゴールだったと思いますよ。韓国、ここで追いつきました。得点直後の相手って集中力切れますからね。まさにそこをついたゴールですよね。ルーベン・ベゾ、スルーパスを出す。ポルトガルとしては先ほどからサイドの活性化が目指しますけどもね、サイドバックがかなり高い位置まで上がってるんですよね、はい、相手シュート、ポルトガル完全にディフェンスが一歩遅れた形になりました。しかし惜しいシーン、奪ってから鋭い攻撃ですよね、うん、ゴールを目指すっていうね、はい、そういった意思を感じられますよね。ポルトガル今のは攻守が一転して逆に危なかったですね。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めてる時こそ相手はカウンターの準備をすると思った方がいいですよね、まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。一旦前を取る、中に合わせてくるか、来たシュート、勝ち越し韓国、試合をひっくり返します。今のゴールシーン、中盤で奪ってからの攻撃いかがでしょうか。いや、チーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。
奪ってからフィニッシュまでの流れ、手本になるような見事なカウンターアタックでしたね。さあ韓国1点をリードしてリスタート、ボールの奪い合い激しいものがあります。ボール入りましたよ、いけるか、ミドル、いやいやナイスセーブ、いやあの位置からのシュートですからね、ナイスセーブですね。クリスティアーノ・ロナウド、ベルナルド・シウバからスペースに出る、裏へのスルーパス、シュートもあります、打てるか、まだある、ボールを追う、さあ右へ預けて、さあカウンターのチャンスになります。スペースへ出す、裏へ抜けた、クラウディオ・ロペス、ここで前を抜けるか、拾いたい、主審流します。さあどうする、ウィリアム、さあ一気にカウンター、ファーストハーフ終了の笛です。両チーム動きのある前半でした。失点の後怒涛の攻撃、さあまずは最初の45分を終えました。いや面白い前半でしたね、はい、同点に追いついた勢いで一気に逆転まで持ってきましたからね。そうですね、自分たちの時間帯にどれだけ有効的な攻撃をしていたかということでしょうね。はい、韓国対ポルトガル、韓国が2対1とリードして後半を迎えます。後半です。ダニーロ・ペレイラ、ジョアン・カンセロ、韓国、これはスローイン、クラウディオ・ロペス、アルセ、これはドリブルで上がる、ピッチの使い方広くていいですね。サビプリエト、スルーパス、お、これいいでしょ、これ仕掛けるか、さあどうだ、削ってしまいました。やはり抜けるとチャンスになるところですからね。優位に終わりました。さあこのセットプレー、追加点のチャンス、直接ファインセーブです。直接でしたが止めます。いい反応を見せますよね、キーパー、ね、キッシュも悪くなかったと思いますけども、ね、キーパーの方が一枚上手でしたね。クラウディオ・ロペス、プレッシャー来ましたよ、打った、うわー、あー枠の右、ギリギリ枠に行かなかったんですけども、見事なシュートでしたよね。枠に出ればゴールだったかもしれませんけどもね。相手の速いカウンター、これをなんとかしのぎました。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいですよね。自分で行く、シュート、これはディフェンス陣が焦った形になりました。しかし惜しいシーンです。絶好のチャンスでしたけどもね、フィニッシュがちょっと甘くなっちゃいましたね。もったいない気がしますけどね。ポルトガルがここで選手を変えるようです。
あ左へ預けて、さあつながるか、これをオフサイドはない、ふわっとしたボール、ポルトガルとしては先ほどからマークする相手に対してあまり近すぎないように距離を保ったポジションを取ってるんですよね。なるほど、その意図は何なのでしょうか。まあ裏を取られるのが嫌なんじゃないでしょうかね、うん、ラインを高めに設定してオフサイドトラップ仕掛けるという手もあるんですけども、はい、失敗した時のリスクを考えて裏のスペースを消すやり方を選択してるんですよね、うん、抜けてくる、お、これいいですよ、選手を入れ替えてきます。柔らかいボール、韓国としてはこのまま終わりたいところですよね。そうですね、ここは対面でホイッスルまで集中しないといけないというところですね。もう一度奪ってカウンターを狙うしかないでしょうね。前線からプレッシャーかけたいところですよね。中盤からグエです。いや、いい反応でしたね、北澤さん。そうですね、難しいボールでしたけどもね、いや、よく取れましたね。ここでグエです。2対1、韓国結果として見事逆転で勝利を収めました。北澤さん、結局逆転という形で試合が決まりました。どこでね、勝負がつくかわからないぐらいでしたからね。なるほど。